けど。じゃあ、今のシルクロードの方へ帰りましてですね。はい、シルクロードで尺八を未だに一生懸命使ってる人たちっていうことになると、はい、まあ、イランの私はネイっていうのが一番、重要だと思うんです。はい、じゃあその足の笛、しかもこれはちょっと斜めに吹きましてね。で、やっぱり、吹け尺八やなんかみたいに、いろんな息の使い方でもって、音に味わいを出しているという、ハサン・カサイという人の演奏を聴いていただきましょう。こういうふうになんか低い太い笛と、それから細くて高い笛をまるで交互に吹いてるみたいな感じでしょ？これで一本なんですか？そう、同じ笛なんです。全く違う音色ですね。うん、そうなんですね。これね、実は日本にこのイランの音楽家をお呼びしましてね、はい、で国際シンポジウムをやったことがあるんです。それで、その時に日本の尺八を吹く演奏家がですね、面白い質問をしたんですね。うん、その低い方の音からだんだんに音階でもって上の方へ吹いてってくださいと。はい。そしたら困っちゃったんですね、演奏家が。つまり一本の笛でもって低い太いをバーって吹くことはできるんですね。それからまた笛で高い音でピーっていうのをこう軽やかに吹くこともできる。でも真ん中のところは吹けないわけなんです。吹き方が全然違うんですね。それで、それを続けてやってくださいなんて言われてもですね、続けたことなんか一度もないんでね、それできないって言い出したんですね。それで僕は他のことと思い合わせて、イランっていう国は面白いなと思ったんですね。そのイランではですね、音楽の芸術の一番大切なものは何かって言ったら、それはね、コントラストなんです。対照なんです。はい、だから高い音があったらば、その次は低い音。それから大きな音があったらば、うんと弱い音とかですね。うん、それからリズムがとても細かく忙しかったらば、今度はゆったりとした音楽とかっていうの、ね。中間がない。中間がないです。もう両極端に行くんです、いつでも。それを、交互にやっていくと音楽は飽きないと。はい、そこはね、何でも日本人の場合にはね、極端に走らず、ほどほどにやって、はい、それで、釣り合いだとか、バランスだとかっていうことで、音楽でもそれが日本人の場合はそうなんですね。何かが出過ぎたり飛び出したりですね。あんまり、飛び出したりしないように、うまくバランスをとって、調和をとっていくという。ところが、ペルシャ人の場合は、そんなものはちっとも面白くない。何でもはっきりと、極端から極端へ、パッていくところにね、魅力があると。そういう、なんとイラン人の性格。しかもそれが、芸術の表現にも関係があるってことなんですね。この笛一本聞いても分かっちゃう。面白いですね。さて、こういう縦笛の系と足の笛を吹く人たち、まあ日本の尺八と遠い祖先で繋がっている人たちっていうのは、このイランの人ばかりでなく、アフガニスタンもそうですし、だから、パキスタンなんかにも一部分いますしですね。それから中央アジアずっとそうで、で、アラビア人、そしてトルコ人というふうになっていくんですね。だけど面白いことには、オスマン帝国の時代にトルコがヨーロッパをずっと支配してました。東ヨーロッパをですね。だからその影響っていうのは未だに残ってましてね。ルーマニア、この間ルーマニアへ行きましたですね、私たち。そこでもカバールという笛を吹いてましたけど、ブルガリアなんかはもうこのカバールがものすごく重要なんですね。民衆の笛の中で一番重要なのは
カバールと、はい、でこのカバールは木で作ってありますけど、明らかにこのイランだとかトルコで使っている足の縦笛の模造品というか、それのイメージでただ木で作ってあるわけなんです。だから吹き方は全く同じなんですから。じゃあブルガリアのカバールの演奏を聴いていただきましょう。こういうふうに日本の尺八と多分関係があると思われる笛がですね、ずーっとヨーロッパまで使われてるっていうのはちょっとね、うん、こう考えが深いですね。そうですね。